ちょっと磯江玲二君何かと怪しいけど、でも少なくともポチと同時に出てきたってことは、磯江玲二君は体力1、精神力1。でもちょっと待って、一回使う前にさ、セーブをしておこう。でさ、やっぱりあれじゃない、侵食率が限界すぎたんじゃない、あそこで回復してもらわないと無理だった、耐えられなかったってことかな、かもしれないな。いや、よかった助けて。あ、待って、会話してみよう。話は向こうで話します。急いで聖堂に向かってください。別に安心できる状況ってわけじゃねえんですよ。あ、聖堂か、ごめんね。ちょっと体力は限界だけど、一回セーブも、あ、いけない、一旦セーブもしたんで、ちょっと温存していいですか。やっぱこういうゲームをしてるとさ、みんな考えると思うんだよ、どこかにセーブポイントというか回復ポイントがあるんじゃないかみたいな。ついてきてください。ついていきます。ついてきたよ。どこ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 、え、いつ見てもほんと気持ち悪い像っすね、思いません？何の像これ。ああ、こいつね、今のここの指導者、宇津木紀之、いい年こいた中二病のおっさん。あははは、うん、ちょっと会いたくない人ではあるね。まあ指導者の像ってのはどこにでもあるっちゃあるし、クソキチガイ野郎が成人気取りで初取りと並んでるのがキモいんですよ。ボロクソ言う。っていうかあれか、あの独房にさ、一回うつぎ殺す、うつぎ殺すみたいなのをめちゃめちゃ書き込んでた人がいたけど、まああれ普通に考えたら、普通に考えたらというか今考えると磯井くんだったんかな。じゃちょっとどいててください。どきます。いや、やっぱ君パワーすごいね。さすがのパワーや、動くものなのそれ。まあ俺力強いんで。いや、力強いとか次元ではないな。あ、そんなところに。はい、さっさとこっち来てくださいね。あとお静かに。もうダメだ、正直さ、もう磯江玲二君に対していろいろ私が今まで知ってる知識で、ね、言いたいことがいっぱいあるの、あるんだけど、ストーリーが展開していくから突っ込むチャンスが誰。磯江君帰ったか。はい、こちら戦利品。あ、どうも。え、誰？学校の先生してる麻生さん。俺が話してた仲間っつうか同じ立場の一人っすね。ついに会えたのか。あの、ご紹介しますわ。始皇帝研究所、今は元書院、熊崎陸さんです。カーレンちゃんのお父さんか。元と言ってくれて助かる。熊崎、まさか熊崎カレンちゃんの、そうだよね、よかったよかった、合ってた、父親だ。さあって、なんか相場氏寝てるけど事情説明といきましょうか。相場氏、相場殿、左上にいる紫色の君は相場くんか。よかった相場殿がいて。相場くん、なぜここに。あーそっか、麻生さんと彼は面識あるんでしたもんね。まあ建物うろついてたらね、蔵書室と図書室行き来するやつがいたもんで、回収しに行っただけっすよ。相葉くんめ、鍵かけてこもっててって言ったのに。タフだからね、相葉殿は。最初はずぶといやつだと思ってたけどな、相当疲れてたんだろ。磯井くんが出発してすぐうとうとしてたぞ。いや、疲れててもこの状況で寝れるって大概ずぶといと思うっすよ。ま、そういうわけで、ちょっとお互い事情説明と しましょっか。事情説明としましょっかの時のポージングがさ、なんかアメリカン。というのが俺の経緯です。なんつーかオタク、意外と無茶しますね。自分でもそう思うけど、そうでもしてなかったら助かってないよ。
でもそれだけじゃない。倉地さん、柳さん、カレンちゃん、みんながいたからこそ全員で出られたんだと思う。加納さんだって信用していいかわからない人間ではあったけど、彼がいなくても間違いなく全滅していただろうしね。確かに善人ではなかったけど、礼は言いたかった。あー、加納さん、あんな死に方をされる前にせめて。いやー、それにしたってね、マジで正直驚いたっつうか、ほっとしてるっつうか、あの場にいた全員がとりあえずまともな状態で無事出てくるなんて予想外だったんで。よかった、カレンは確かにここに来ているんだな。ええ、ただカレンちゃんと俺の知り合いであるシナノの行方は未だ知れていません。どこかで隠れていたり、こんな状況ならイスト連中が保護してくれていてもありがたいぐらいかもしれませんが。そうだね、保護という名の捕虜みたいな感じかもしれんけど、そのシナノってやつの顔ちと一回見ておきたいっすね。なんていうか、ただの人懐っこいどっか抜けた感じの後輩だよ。でもあんた、その後輩を助けるためにわざわざここに来て巻き込まれたんだろう。ええ、そのはずです。少なくともそのつもりです、記憶としては。やっぱ因縁があるんじゃないかなって気がしてきてるもんな。相変わらず前後のこと思い出せてないんす、情けないことに。ま、別に僕は困らないっすけど。磯井くんの喋り方ちょっと読むのがむずくね。つーか、そっか、加納死んだのか。やはり面識が終わりでしたか。実験棟で何回か顔を合わせたよ。頭打っても死ななさそうなやつだと思ってたのに、案外あっさり言ったんだな。まあ、あいつは頭のネジがぶっ飛んでるから、蛇口もある意味脅威に思ってさっさと殺したんじゃねえかな。単純に宇津木の命令だから殺したんじゃないです。この宗教の連中なんてみんなどっかネジがぶっ飛んでますからね。リクさん、あなたも例外じゃないっすよ。死んだ人間を蘇らそうなんて。そんなことしてたの。分かってるっつの。分かってっから後悔してんだろ。何をやらかしたんだろうこの人。あ、そうだ、謝ってなかったっすね。一人でのうのうと逃げた身分であれこれ偉そうにすみません。やっぱ逃げたんだ。うっかり出てきて戻れなくなったとかじゃなくて。仕方がない、あんな状況だ。我が身を優先するのは責められたことじゃないよ。それよりどうやって脱出したんだ。なんかフラフラしてたら上の階が崩れてきてて、なんとなく登れそうなとこがあったんでね。そっから地上1階に這い上がってみたんすよ。そんであれこれしてたら出れちゃったみたいな感じです。そんな場所あった。俺が通った後崩れちゃったんで。あー、俺も戻れないし、おたくらも使えねえ道になっちまったなって思った覚えはありますよ。そう、しょうがねえから俺は助かろうってここでいろいろやってました。なんかポジティブというか自己中というか、まあいいけどね、いいよ。そう、自分の命が大事や。さて、じゃあリクさんの身の上話とかするんでしたらしててください。え、磯井くんは？オタクが気にしてたんでしょ。逃げちゃった二人のこと回収に行ってくるんですよ。回収って言い方すごいな。あとなんだっけ、後輩さんとリクさんとこのお嬢さんも探さねえと。すまねえな。いいんすよ、そういう約束でお互い動いてるでしょ。そうだけどよ。それにしても磯井くんだって相当動き回ってるはずだ。そんなすぐ動いて大丈夫なの。別に半日ぐらい寝てたですしね。調子のいい時にさっさと済ませたいんす。いつまたベータやジャブチがうろちょろすっかわかんねえんすよ。この事態じゃさすがに宇津木も音速で戻ってくるだろう。俺は宇津木だけは会いたくない。それまでに脱出してえんです。そんなに宇津木の隆起ってやばいやつなの。怖すぎるな。じゃ、磯井くん。なんすか。ありがとう、行ってらっしゃい。よろしく頼んだよ、気をつけて。
はい。む、ほわほわえ、かわいすぎる。何ほわって。あ、起きた。すまん。寝て。元気そうで安心したよ。やあ。今の話リピート。リクさん任せた。同じ話をもう一回しなきゃいけなくなっちゃったのね。あー、なるほど。みんなこんなとこに、あ、動けます。はー、久しぶりのセーブ。でもここに来てまだまだ出てくるじゃんか、新キャラがさ。ちょっとこの辺の人に話聞いていいかな。誰もダメって言わないんだけどね。お伺いしてもよろしいですか。あん、ちょっとなんかヤンキーっぽいんだよね、リクさんね。リクさんはどういった経緯でこの組織に入信したのです。話したくねえからお互い、お伺いしないで。そうですか、失礼しました。つうか座って休んでたらどう。怪我人なんだろ。それとも磯井くんが信用なんねえのか。ふん、信用ならねえだろうな。口ではああ言ってるが、自分だけとっとと助かっておいて平然な顔をしてるんだ。正直理解できねえって感じ。リクさん、そこまでは何も。俺はあんたの本音を代弁してやったつもりだけど、どうせそうやって思ってんだろ。もうちょっとカレンちゃん、カレンちゃん、ちょっとカレンちゃんのお父さんなんかひねくれてるけど。カレンちゃんねえ、助けて。確かに疑うべき点もあまりに冷淡すぎると思う一面もあります。でもそれ以上に俺は彼に恩を感じていますよ。この場において彼に否定的な感情を抱く理由はないでしょう。ふーん、ああ、なるほど、よくわかったよ。あんたも相当割り切ってんな。同類だからあれのことも何とも思わねえのか。いい年した大人ですから、むやみに感情を爆発させたり吐き出したりしませんよ。めちゃめちゃ皮肉。能力が暴走しても困ります。最後の最後に自分を制すのは自分しかいません。打ち返していったね。怖い。これが探偵の、音は探偵事務所の人間の語彙力か。相葉殿、また生きて再会できて嬉しいでござる。すまないな、東殿、とても心配させてしまって。本当だよ、偶然発見して連れてきてくれたのが磯井くんだったからよかったようなものの。いや、しかし驚いたぞ。磯井という名前は貴殿から死んだ人物として聞いていたからな。うん、俺も顔を見た時はすごく驚いた。だが麻藤殿が無事でよかった。磯井殿が貴殿らを探しているようだったので警戒しつつも伝えておいたのだ。談話室に麻藤殿の仲間がいるらしい話を。ありがとう。その情報がなかったら俺、助けられるの間に合わず死んでたかも。本当に奇跡の連続だな。体は平気か。生きてるのが不思議なくらいだよ。平気かって言われてこの返し。でも相葉くんの方こそ足は大丈夫なの。麻藤殿のおかげで快調だ。足の痛みもだいぶ引いてきたよ。ありがとうな。この通り、ちゃんと気になる書物類も運んできた。できる男。はは、調べ物続けてくれるんだ。もちろんだとも。麻藤殿の調子が少し良くなったら話したいこともあるしな。あのさ、深く追求する気はねえんだけど、結局どっちが本当の名前なの。麻藤、麻生、あ、やらかしや。あー、すまん、うっかり。いや、いいよ、隠すことでもないし、磯井くんにも後で話しておかないと。俺は麻生って聞いてるけど、麻生浩二が偽名なんです。最初彼らと会って名前を聞かれた時に、ちょっと俺パニックを起こしてたみたいで、つい以前使ったことのある偽名を伝えてしまったんですよ。以前使ってた偽名？ハンドルネームみたいなやつってこと？ってわけでもないんですけどね。なんでそこはごまかして、そうそうって言わないの。そうって、いや、いいのに。ふーん、まあいいや。で、本名は麻藤なんだな。はい、そちらでお願いします。で、伊吹くんも律儀に麻藤って呼び方に合わせてたわけ？ん？ああ、麻藤殿が麻藤という偽名を使っていることは知っていたし、
磯井殿のことをはじめは信用できなかったものでな。適当に話を合わさせてもらっていた。ああごめんね、いらない気使わせて。でもいざ阿藤くんが目の前に来たら、阿藤殿って言っちゃったわけね。いやーわかるな。いやいや、あそんだけ話の腰折って悪いな。阿藤殿もそのオリジンベータとやらに襲われて体力もメンタルもえぐれていることだろう。ゆっくりするといい。あはは、ありがとう。そうだね、確かにすごく疲れてはいる。何せ生きているのが奇跡どころか、本当にこの世のものじゃないやつを見た。まさにそんな感じだ。思考整理がてらゆっくりさせてもらうよ。そうだね、体力も精神力もやばいから。え、これもしかして座ったら回復できますか。まだ話せたりするかな。アトウ殿、オリジンベータとは実際にどのような見た目だったのだ。そうだね、あれは犬だ。確かにカノーさんは元はポチって名前の犬だったって言ってたけど、すでに人間の男性に宿主を変えていたらしい。あーそっか、さっきのあのなんだろう、4人さっきじゃないけどね、だいぶ前の話になってきちゃうけど、あの4人思い当たるやつがいるぞっていうのにカレンちゃんの名前が上がらなくて、カレンちゃんはって思ったけど、男性に宿主を変えてるらしいよっていう話をしてたからかな。でもその後また変わったってことじゃなかったっけ。クラチさんも最初に遭遇したものについては人の姿をしていたと。ふん、形を変えられるということか。侵食が進んで人の形を保てなくなったのかもしれない。それで本来の犬の要素が出てきた。いやわからないな。ただジャブチや書院らの言葉からするに、人にもなれるはずだ。そうか、誰かに化けることができるように。つまりその変化は自在。わからん、何かのトリガーがあるのかもしれん。ますます不気味だな。カレンちゃんに聞きたいことがあるんだ。確認したいことが。彼女のことも心配だ。何としてでも早く見つけてあげないと。これでさ、磯井くんがさ、オリジン、俺がオリジンベータだって感じでさ、ドカーンって入ってきたらさ、終わるぜ。休憩しなよって言った割にさ、椅子に座って休憩はできない。まあ、いっぱい相葉殿とおしゃべりできるってね。あ、やった、相葉殿とおしゃべりチャンス。そうだ、阿藤殿、磯井実光とやらについて少し面白いことが分かったぞ。お、本当？ああ、だな。磯井実光、作家というより研究家といった方が正しいのやもしれん。初期の頃の著作はサブカルチャー的な内容が多い。あ、待って。これ、聞いたことあるな。これは前回聞いたけど、今回は聞かずに飛ばしちゃったから今教えてくれてるんだ。あ、親切。リク殿はそういえば何をしている。もう一回聞いたらさ、また違う話してくれたりするかな。一団体の歴史について調べてみている。阿藤殿も何か情報を得たら教えてくれ。あ、まだ検索中ね。今後について助言。リク殿は先ほどから何かの作業をしているようだが、あれは何だろうな。なんかしてるんだ。なんか座ってこちらを見ているだけかと思った。何かできることはないかい。今君に物を頼める状況じゃないだろう。無理をしようとしないで体力回復に専念してくれ。ごめんね。あと殿、床でも椅子でも寝たっていいぞ。いやマジ寝たいんだけどさ、あのなんか後春樹に寝るという選択肢がないみたいで。調べてるけど寝れないんだ。リク殿、何をしておるんですか。リクさん、それ何をいじってるんです。爆弾。組み立ててるだけだけどな。壁を破壊して脱出を試みるつもりですか。ああそっか、あんたはオリジンベータが平然と部屋をぶっ壊してんのを見たからそうやって思うんだろうな。結論から言うと無理だ。この建物は恐ろしいほど頑丈でな、窓の一つもね、まるで監獄か要塞だ。
ならばその爆弾は何の目的で組み立てているのだ。磯井くんの指示だ。磯井くんが？あんた、なんかすげえ探り入れてくるし、そのうちバレそうだから先に言うけどさ、実験棟への電力供給装置遮断したやつ、磯井くんだぞ。なんで？なんで？磯井くんが、磯井殿がそんなことを？あいつは偶然脱出できてしまったとか、そんなんじゃねえよ。もちろん半日寝るなんてしてやしねえ。あんたらを助けるために一人で動き回ってたんだとよ。その途中で俺を助けて内部事情を吐かせた。どういうことですか？あなたは一体、いや、あなたたちは何を？聞きたいだろうな。でも正直俺も彼の真の目的は知らない。事実を聞いたが、その詳細も動機も話しちゃくれなかった。説明が面倒なんだとよ。そうはいえど、貴殿が彼に協力している理由とは？こんなことを言ってるけどな、磯井くんはカレンを助けられる唯一の希望なんだよ。リクさん、彼の素性も本性も知らねえ。だが彼は確かにここから仲間と共に脱出するという目的を持ってここにいる。俺は彼の詳しい事情を追求しない代わりにカレンをどうか助けてくれと頼んだ。俺が彼に協力するのは当然のことだ。あなたは、アトウ君、あんたが磯井君を不審に思うのもわかるぜ。それに俺はあえてその 疑惑を深めるようなことを言った。だけどそれを踏まえた上で、どうか彼を信用してくれ。彼の邪魔をしないでくれ。彼は間違いなく希望だ。余計なことをしないで、ただ彼の言うことを聞き、必要なサポートをするだけでいい。悪いな、好感度下げまくるようなこと言ってさ。そんでここに来て頼むとか、ズーズーしさ、甚だしいってわかるけどよ、頼む。頼まれちゃったな。よかった、安心しました。は？ちょっとあなたのこと苦手だなって思ったんです。ごめんなさい。でもこんな状況です。むやみに人を信用できないし、心を開けるわけもない。精神的に余裕がないのが普通。そんな中でも娘であるカレンちゃんのことを心配していて、本当に思ってるんだなってよくわかりました。当然だろうよ、俺の命より大事だよ、リークさん。それに磯井くんについても逆に誤解が解けましたよ。いや、まだちょっと疑問が多すぎる人ですけど。そうですね、偶然事件に巻き込まれたフリーターというにはちょっと。磯井くんはやたらに慣れている。だけど隠しているものがあると分かれば、相応に向き合うことができますからね。わかりました。彼を信用して帰ってくるのを待っていましょう。その間に何か手伝えることがあれば俺もやりますよ。悪いな、あんたにも八つ当たりみたいな言い方して。神経すり減る状況ですから気にしませんよ。多分ね多分。とりあえず今は休んでてくれ。いざ逃げる時になって怪我で動けないとか言われたら置いていくしかねえ。その時は俺が背負っていくがな。君も手負いだろ。母、だが休んでくれというのは俺も同意だ。俺のようにすやすやすることは無理かもしれんが、せめて体を休めておくといい。わかったわかった、はいはい、おじさんは休んでいるとしますよ。いやー、いいですね。なんかリクさん最初見た時はどうしようこいつって思ったけど、いい人じゃないか。お、休憩できそう。本当は信用なんてできない。え、敵か味方か分かったものじゃない。座ろうと思ってるだけなのに。うろたえも歓喜もしない冷たさ。それはでも俺も同じだ。休憩タイムじゃないの？あ、なんか読み飛ばしちゃった。仲間なんて赤の他人だ。
なんか BGM がちょっとまったりしてきて、痛いのは嫌だ、怖いのは嫌だ、考えるのは嫌だ、責任は取りたくない。どうしたの BGM が。眠くなってきたのかな。なんで俺がこんな目に。シナノなんか追わなければ。シナノなんかついてこなければ。シナノと会っていなければ。ちっ、このクズめ。ああ、いろいろ考えちゃってる。そう、それが俺だ。それが本性だ。違う。なぜ言い切れる。なんだこれは、もう一人の自分と対話しているのか。自分のことなんて本当は何もわからないくせに、俺はなぜこんなことになったのかも、なぜ自分は得意なのかも、家族の顔も名前も自分のそれすら分かっていないくせに。回想ですか。このシルエットはでもね、何やら初取りはじめさんらしいんですよね。はじめ、今留守にしています。用事があるので後で話をしましょう。みのる、原田みのるさんか。何もないの。外に出ていいの。ちょっとさっき鏡違うものが映ってドキッとしたの、結構怖かったな。出ていいのかな。あら、教会だけど設計が違いますね。建て直す前ってことかな。おう、神に使わされた御方よ。私のようなものがあなた様にお会いできるとは夢のよう。宇津木様もあなた様の尊さと偉大さ、そして限りない可能性を説いてくださった。あなた方がおられるなら世界は安泰だ。この世は永劫に我らが神の愛を知る。あなた様が生む白、黒と白の奇跡がその全てを証明することでしょう。磯井様、ご出産の時期はいつ頃でいらっしゃるのでしょう。男のことだけ聞いているのですが。そう、さっきも言いたかったんですけど、さっきも言いたかったというか、もうなんか分かってるよね。磯井玲二くん、おそらく子供だもんね、名前的に。先日のソ連の原発事故についてどうお考えでしょうか。それについてはともかくとして、我々も研究所の扱いには気をつけねばならぬと心を戒めるばかりですね。こっちにもまだ人がいるな。国会室はただいま榎本司教らがご使用になられております。お二人で何か花の手入れをされておりましたよ。原田様と磯井様も榎本ご夫妻のようになられるのでしょうか。はー、榎本さんっていう人の名前がさ、さっきから出てきてんだけど、一回も顔も階層も見てないんだよね。ああ、申し訳ございません。地下研究室はただいまメンテナンス中です。そういえば原田様が探していらしたようですよ。いや、私もね、結構今原田みのるを探してるんだけど。ねえ、この間ね、原田様と磯井様が話しているのを聞いたの。何を話しておられたんだ。原田様ってほら、幹部でも書院でもないのでしょ。だからキーを持っていらっしゃらないじゃない。だからね、4階に入る用事があったら、国会室の絵の影、上から左と右、中央、そしてその下、そうおっしゃってるのを聞いたのよ。何かの暗号だと思うわ。キーを手に入れるための上から、ちょっと待って待って待って、密会の約束ってことか。そんなことをせず普通に鍵を渡すことはできないのであろうか。宇津木様の目の問題じゃないかしら。もう一回聞いていいか。宇津木様とあなた様の出会いももちろん気になりますが、原田様とはどういったご縁だったのでしょう。あ、ごきげんよう、我らが救済者様。なんか上から左右中央からの下みたいな感じじゃなかった。ちょっと曖昧だな、不安だから、後でちょっと動画で確認しようかな。宇津木さんが私を探していると言ったけど、宇津木さんはいないぜ。戻っちゃお。
後で話をしましょうって言ってたのに。どこだよ、どこだよ、原田実。原田実、こいつ話したよね。原田実、あ、こっち行けるじゃん。よいしょ。君は誰だい。原田様が生まれてこられる磯井様との、ご子息のお名前に悩んでおりました。あなた様にもご意見を伺いたいと言っておられましたよ。あ、それを聞きたいの、もしかしてこの私に。赤ちゃんのネーミング会。おっと、行けるようになりました。どうか宇月様、私めにもあなた様のお力をお分けください。奴らに神の裁きを与えるための力を、命を超える覚悟はできております。なんだと言うんだ、恥を知りなさい愚か者。君が、この人が宇月さん、めっちゃ顔良くない。顔がいい人間しかこのゲームは出してはいけないのだろうか。この細胞は力を手に入れるためのものではありません。ましてや神の裁きなどと、なんと不尊な発言ですか。私はいいですか、どんな理不尽なことがあり、それによってあなたが不当に傷ついたとしても、それはあなたの私情です。その人が、その人が人であるべくして備わる情なるものが悪しきものだと言っているわけではありません。それを神の裁きなどとおごることが許されないということですよ。わかりますか。それから繰り返しますが、思考細胞は魔法の薬でも秘めたる武器でもない。我らが導き手であり救済者、初鳥様が父、不信より賜った希望、光、奇跡、すなわちこれは愚かな我々人間のために神が可視化した愛の形なのです。今一度怒りを忘れ思い返しなさい。この世を動かすのは何か、我らが兄弟よ、友よ、隣人よ、答えられるでしょう。純白のバラ、おわす神の愛。そうです、我らが授かった力はすべて愛の側面なのです。暴力的な解決に使ってよいものではありません。しかしあなたの誤りは決して悪しき曇った心から出たものではないでしょう。ならば今一度神へ心を送りなさい。深く深く精神の奥で語り合い、彼の愛がいかに壮大で尊きものかを感じなさい。ああ、神は私の愚かな発言をお許しになるでしょうか。人は迷うもの、謝るもの、それが愛しむべき人間という生き物でありましょう。大事なのはその時に自戒し、正しき光を見つけようとし、また歩んでいけるかということです。宇月様、私が見たところあなたはその心なき一見のせいで3日ほど深く安定した眠りにつくことができていませんね。大丈夫、神の愛を享受すればあなたは必ず救われましょう。今はその気を確かにするためにも一度ゆっくりお眠りなさい。おお、宇月様、ああ、ありがとう、ありがとうございます。私めはどうかしていた。どうかどうかお許しください。そして未熟な私が神の教え導きを見誤ることなく受け取れるよう何卒見守ってくださいませ。ええ、あなたにその光がある頃にはおそらくこの愛の権下たる奇跡もまたあなたに分け与えられる日が来ることでしょう。さあお行きなさい。仮眠室は2階です。体を休めることもまた慈愛、慈愛、はい、それではそのように。失礼いたしました。宇月様、なんかすごいテンプレートのような司教の男だ。顔かっこいいし。ああ、もしかして今の話を聞いておりましたか。聞いていたよ、よくなだめてくれたね。なだめたなど、私も未熟です。少しばかり感情的になってしまいました。しかしあのような心では思考細胞を受け入れることなど到底できません。覚悟があるなら改めていただかないと。そうだね。だからこそ私は君や榎本夫妻、磯井司教を一層たっとく、また心強い存在と認識しているよ。光栄です。それにもうじき磯井司教と原田さんのご子息が生まれるとのことでしょう。とてもとても素晴らしいことですよ。
神からの奇跡であるあなたの細胞を受け継いだホストたる存在の血を分ける新たな命。それは神の血を引く者、あなたのことも同意義でありましょう。ああ、新たな転換点となってくれるならば、私は神の愛の意志から離れていないということだろう。あ、どうした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 、こんにちは、かわいい、誰、こんにちは榎本さん、そうか、榎本夫妻のご息女か、こんにちは、ノアさんだったかな、わ、知っていてくれて嬉しいです、初鳥様。おじさん、なんか急にめちゃめちゃ話が飛んじゃった、どういうこと、何を見てたの。